4月7日は台湾の言論の自由の日です。高雄市では民間団体による一国二制度反対デモが行われ、1000人以上が参加しました。学生運動家の林飛帆さんもデモに参加し、高雄の韓国瑜市長が中国当局との了解を覚書に署名したことを非難し、台湾の利益を犠牲にした馬英九元総統の古い道に戻ろうとしていると批判しました。4月7日に行われた集会では、中国の習近平主席が1月2日に行った演説、台湾同胞に告げる書を破るパフォーマンスを行い、一国二制度への抗議を示しました。デモには複数の民間団体から1000人以上が参加しました。表达我们拒绝一国两制，反对和平协议。那同时呢，抗议韩国瑜出卖台湾民主的行为。デモでは一国二制度への反対を訴えると同時に、高雄市長韓国瑜氏が香港の中央政府連絡弁公室を訪れ、中国当局との覚書に署名したことを批判しました。我没有办法接受韩市长透过密会私下的谈判去跟中国签署 MOU， 去跟中国的中联办进行秘密的谈判。我相信他今天进到中联办，他心里面有一个很清楚的目标，就是要在国际社会呈现一个台湾人有人支持一国两制。中国共産党は台湾でネット有名人や特定団体の Facebook アカウントを買収したりすることで選挙のための世論操作に介入していますが、デモ参加者らはこれはすでに宣戦布告のない模擬戦争であると指摘します。非軍事的手段里面包括断你的外交，包括破坏你的金融体制，包括渗透你的社会，包括一些耳语，这些东西应该都是各位熟悉的，也是中国现在正在对我们做的行为。一方、高雄市当局は声明を発表し、市民の集会の自由は尊重するが、デモは言論の自由の名の下で言論の自由に反対しており、戦争の名を借りて台湾の民衆を脅しているとデモ参加者を批判しました。さらに菅市長は赤いレッテルを恐れずに経済発展のために力を尽くすと強調しました。台湾从小就是我生长到大的故乡，这样子，我不太想要被其他国家统治，尤其是对方还是个共产党这种专制国家。对我们所有一些本来有的言论自由，或者是一些集会自由，可能都会没有这样子。对，然后再看到一些中国对于他们一些新疆或者是西藏自治区那些暴行来讲的话，我就觉得更不愿意让中国人来统治这样子。政治家の中のゴミを一掃するという意味を込めて、市民らは箒を持ってデモに参加しました。また Facebook で一国二制度への反対を表明し、一躍有名になった地元のアイス店が、参加者らにアイスキャンディー300本を無料配布しました。NTT ジャパンがお伝えしました。